この巣場。1000万エリス、すぐに用意できそうか。ええ、アイリス様のためとあらば。しかしまさか自分で用意しようとなさっていたとは。国庫は自分のためではなく民のために使うべきだと。記憶をなくしてもやはりアイリス様は立派な王族だ。用意できたらすぐに向かう。馬車を用意しておけ。待っていてくださいね、アイリス様。てな感じでクレアが金を用意してくれてると思うが、肝心の魔道具を奪われてどうすんだよ。そう言ってやるな。シェリーも落ち込んでいる。シェリー、この杖はどこにしまえばいいでしょうか。途中でポッキリ折れてしまっていますが。本当だ。使用者の魔力を増幅できる貴重な魔道具が。シェリー、このビリビリに破れた布は？それは短い時間かぶると透明になれる魔道具。まだ研究中だったのに。あちこちひっくり返されていますね。まるで何か探しているみたいに。うん、父上の研究していた魔道具ばかりがなくなっていますから、おそらくそれです。なんと申し開きすればいいか。長年古代遺跡や辺境の地で発見された奇妙な魔道具を専門に研究していたのに。珍しい魔道具ばかりだったのですか。そうですね。腰に装着してポーズを決めると自分が伝説の戦士だと思い込むようになる魔道具であったり、最強の魔法使いが使用した杖のレプリカだったり、あとは自ら謎の決め台詞を叫ぶ刃のない剣など。かっこいい。そんな魔道具があったんですか。なんだかごっこ遊びに使うおもちゃみたいにも聞こえるけど。でもなんで今なのよ。私たちがちょうど魔道具を欲しいってタイミングで襲撃するなんてあんまりだわ。それはすみません、私のせいです。父に留守を任されたのに警備が手薄になっていました。どんな達人でも不意をつかれれば。はい、面目ございません。くよくよしていても仕方がありません。盗まれたのなら取り返せばいいのです。そうよ、行きましょう。カズマ、こうしてる間にもゴーレムたちはどんどん遠くへ逃げてっちゃうんだから。けどどこに逃げたかわからないんだぞ。今からでも調べられないかやってみます。魔道具を取り戻せるなら私何でもしますので。とりあえずギルドに正式な依頼を出しておけ。魔道具奪還のための情報も集まるだろうしな。このスパー、頼みがあるって聞いたのだけれど、どういう風の吹き回し？悪いな、メリッサ。実はこいつ、シェリーの研究所から貴重な魔道具が盗まれて、それを探し出してほしいんだ。よろしくお願いします。お宝を探すのは得意だろ？誰に言ってるのかしら。というか、その魔道具探しの依頼って、さっきギルドに出たばかりのクエストよね。知っていたのか。情報が早いな。少しでもお宝に関係するクエストは見逃さないようにしてるの。でも直接頼みに来るのならギルドに出してる意味は何かしら。万が一の時の保証もあるし、ギルドの方は俺たちが受けるんだ。メリッサには調査までしてもらって、あとはこっちで引き継ぐ。役割分担ってわけ。でも言っておくけど、私に頼むのなら報酬は前払いよ。それはシェリーが出す。私ですか。魔道具が見つからなかったらものすごく困るんだよな。屋敷でなんて言ってたっけ。確かに何でもするとは言いましたけど。確認だけど、もし魔道具以外のお宝を見つけても
知らせなくていいのよね。え？ああ、まあそうだな。俺たちが用があるのは魔道具だけだし。ならいいわ。今回の依頼受けてあげる。いいのか？ええ、確かにギルドを通していてお金を持っていそうな依頼主もいるから。それにとんでもないお宝の匂いがするんですもの。トレジャーハンターの勘がそう言ってるわ。この巣場、冒険の軌跡をご覧になりますか？この巣場、おはよう。おはよう、カズマ。よっ、あっ、意外と難しいわ、この技。だが、先ほどよりはよほどうまくできていると思う。十分披露できそうだな。ええ、さすがアクア様、とっても器用ですね。何やってるの、朝から。もうお昼近いですけどね。今夜の歓迎会でシェリーに披露する芸を磨いているらしいです。歓迎会？あー、そっか。魔道具を取り戻すまでアクセルにいるんだったな。ああ、ギルドの食堂にも連絡を入れてある。時間になったらシェリーを呼びに行くから準備をしておいてくれ。はいよ。って、まあこのままでもいいけど。あ、待ってください、お兄ちゃん。その寝癖がひどいのでちゃんと直した方が。お兄ちゃん、もうちゃんと聞いてください。妹に寝癖を指摘される。悪くない日常だな、このスブラー。シェリー、いるか？せっかくだから歓迎会も兼ねて晩飯に。オープンの！お兄ちゃん！すごい、キュンが深々と扉に食い込んでいる。大丈夫ですか、カズマさん？すみません、鍛錬に夢中になってしまって。おう、ほどほどに頼むぞ。それより、皆さんそろそろ行きましょうよ。そうそう、これから宴会よ、宴会。シェリーのために新技も用意してきたから期待してたよね。宴会？新技？申し訳ないのですが、事情がよく。ほら、シェリーはしばらくアクセルに泊まるんだろ。だから歓迎会だよ。みんなで飯食いに行こうぜ。歓迎会？私のですか？はい、もちろんです。鍛錬後でちょうどお腹も空いているだろう。タイミングが良かったな。皆さん、ありがとうございます。あ、でも待ってください。扉を壊してしまったこと、宿のご主人に謝罪してくるので。ほっ！シェリーのやつ、律儀なところもあるんだな。んじゃ、アクセルの町にやってきた新たな仲間に乾杯！乾杯！か、乾杯！シェリー様、キョロキョロされてどうかしました？いえ、大したことではないのですが、ギルドは活気にあふれていてすごいなぁと。まあ飯時だからな。でも暗くなってきてからの方がもっとすごいぞ。クエスト終わりの冒険者が殺到するからな。シェリーは普段ギルドにはあまり来ないのか？そうですね、
この時間はいつも魔道具の研究をしていますから、日中も剣の鍛錬に使っていますし。あ、そうだ、アイリス様、よろしければ後で剣についてお話を。し、みんながいる場では妹子です。ああ、では妹子、後で剣について語らいませんか。記憶を取り戻すきっかけになるかもしれませんし。そう言いつついきなり切りかかったりしないだろうな。妹子に危険な真似はするなよ。わかっていますよ。でもひたすら鍛錬と研究の毎日って感じね。いつもそんなんで疲れないの？いいえ、魔道具の知見を極めるのはクライスラー家の使命、そして剣は私個人の使命ですから。おい、聞いたか、ダクネス、魔王軍に捕まることばっか考えてるどこぞの女騎士とは大違いだ。おい、カズマ、こういうところでそれは。魔王軍？女騎士？何ですか、その怪しいシチュエーションは。いや、なんでシェリーが顔をあからめてるんだよ。カズマがおかしなことを言うからだ。魔王の手下に捕らえられ、なすすべもなく理不尽な要求を受ける女騎士など。ダクネス様でやめてください。どうして話を展開してるんですか。シェリー、机を揺らさないでください。飲み物が。ああ、すみません、こぼしてしまいました。すぐに片付けよう。うわあ、シェリー様、今度はお皿が。美少女なんだけどな。さあさあ、お待ちかね、芸を愛し芸に愛されたこの私の技を今披露するわ。このスバ